降参しとけば。強気に行きなさい。頼んだわ。伊克斯可不可以补点血？伊克斯，伊克斯别混了，伊克斯。又在伸懒腰。这异常状态真的很烦。补血补血，嗑药补血。完美，一个人有侧面，一个没有。1917。血已经差不多了。強気に行きなさい。你就要倒了、啊、不要让我那么紧张啊啊，破坏连击一起倒。关键时刻还是得靠你啊。哇，又打才打4000多耶，那个防御嗑药的防御真的超鬼。哦，这怎么办？反応兵器を抑えた。すぐシャード隊の爆縮レンズを解除するよ。切、大人げねえな。もう少し油断してろっつうの。二人同時に抑えてくるとか、さすが抜け目ないじゃん。クソガキどもが。さっき垣間見せた剣との共鳴、油断なんかできるわけないでしょ。怎么可能掉以轻心。はい、隙を見せたら間違いなく起爆されていました。だが、その聖魔剣を扱えるのは旧王家、エルダリオン家の血を引く人間だけのはずだ。現代に残っていたのは、あのジェラール・ダンテス。いや、ジェラール・エルダリオンだけだったな。所以你们也是亚尔达里奥。やつとどういう関係だ。え、バンさん、それって。まあ見た目じゃわかんないよな。完全看不出来。庭園の構成員たちにタロットの小アルカナと数字のコードネームがあんのは知ってるか。だけど。僕たちにはちょっとだけ特別なコードネームが与えられてたん。塔罗牌的小牌和数字。然后你看劫色其实都是以塔罗牌大牌为概念呢、啊。嗯。W E。父親が受け継いでいた
エルダリオンの頭文字を重ねた名前。双子だからって二人合わせてなのはちょっとセンスを疑うけどね。まさかあんたたちはジェラール・ダンテスの。哎，对啊，是亲生的还是 DNA 在搞呢？又是人造的呢？啊，只有血缘关系，所以是亲生的。そもそも会ったこともねえしな。まあ、家族に興味なかったみたいだしね。私もイクス以外はどうでもいいし。まだ教団があった頃、その男が幹部司祭だった時の話だ。もはや耐えつつあったエルダリオン王家の血を教団で流れさせる。ただそれだけのために教団が適当な相手を用意して適当に産ませたのが僕たちってわけだ。結局その数年後に教団は壊滅して、ジェラールは裏社会に身を潜めたけどね。その後めでたく私たちは庭園に引き取られて双子の暗殺者になった。それだけの話。でも心底どうでもよかった血がこんな形で生きてくるなんて。但这个血统也让他们拥有异能。ああ、そこは僕らもびっくりでさ、まさに選ばれし者、マジラッキーって感じ。そんなわけないです。どこまでおぞましいんだっつうの、クソが。覗き込めば覗き込むだけ闇が深まっていくって感じね。それが僕たちが生まれた教団、育ってきた庭園にも通じるんだろうな。僕が言うのもなんだけど、壊滅した今になってここまでのことを引き起こすなんてな。なあスリー、それにナイン、あんたらに一度聞いてみたかったんだ。まさか過去から逃げ切れたなんて、幸せになれるなんて。这当然不行，但是可以面对过去。只有面对才可以拥抱幸福啊！嫌な言い方だね。それくらいなあちゃんたちは分かってる。あなたたちなんかに言われるまでもなくね。完全に制圧されたガーデンの最高傑作さん。反呛回去。はあ。そっちの方がよっぽどじゃない。教団のことも庭園のことももう終わった話よ。そんなものにこれ以上誰にも傷つけさせない。逃走了他那个黑烟。あの反応兵器すらおじさんにとっては博士から持ち出したおもちゃに過ぎないんでしょう。彼の真の目的は、いいえ、教団はここで何をしようとしていたの？カトルやお前さんのことを考えると確かに引っかかるところではあるな。はい、そうした。教団のやり残しを彼がなぞっているとするなら、神的复写是不是？神的复写。僕たちは仕込みを手伝っただけで、おっさんの目的とかどうでもいいんだわ。この先にいるだろうから、そっちに直接聞いてくれよ。と又来反弯子弹啊！あの体勢から。待ちやがれ！お断りかな。今回はさすがにもうゴリゴリ。不好好绑住人家。これで頼まれてた仕事も終わったし。あ、試験でもあったっけ？九大点には届かなかったけど。まあ結構面白かったんじゃね。あんたらがおっさんの企みを止められるか、あとは高みの見物と洒落込むか。そんじゃな。逃げられましたか。たく、厄介すぎる兄弟ね。ひとまず撤退したってんならこれ以上構う必要はね。止めた反応兵器は後で何とかするとして、俺たちは奥に進むぞ。はい、あの破壊という人が何を企んでいるかは分かりませんが、打ち砕いて蹴りをつけてみせるわ。本当の意味で過去を清算するためにも。
いい気合いじゃねえか。そうと決まれば行きましょう。是值得期待啊！到底想干嘛？我前面还有三个宝箱，再回看一下。我只看最下面，前面就不看。虽然破戒了，但破戒应该要等到下一次啊。但至少那三个宝箱我们可以去拿。然后我刚刚也在想，就是杰拉尔的子供们，先听他说完。想定外でしたが、ま、哀れも必要もないかな。あの子たちは完全に黑暗的那一边。ええ、試験という言葉も気になるけど、ここは先に進むのみでしょう。ああ、今はハーウトだ。教団が残したもので何をやらかそうとしてるかはわからねえが、絶対に止めるぞ。にぎわってるわね。アース攻撃者。就我在想，你看他，我们也是他计划的一环，而且呢，他也都知道我们会 R 一嘛。我在想，有可能他就是想要利用我们的，我之前就有说嘛，就是觉得他想要利用我们的 R 一来做事。毕竟这是一个很特别的能力，但其实到目前为止，我们的 R 一也没有算是有帮助到他，那就只有可能在最后，就是他要做的事情，其实可能连他自己也不一定知道自己能否活着之类的，就是一件很危险的事。但是我们能够 R 一嘛，他不行，所以只要我们在附近，他做的事情引发整个。他自己倒，包含整个大家都倒，那就会引发 IE， 我们就可以阻止。可是这个想法，我是觉得蛮弱的啦。看一下啊，一二三四五六，六只。因为我会觉得他是破戒，对不对？他哪会 care 自己的生死？他自己的生死都是在于他的玩乐上面，我会这样觉得。原本想说他用我们的 R 一，只是因为就是这些东西是很难突破的，需要用很多的命，然后来去得知怎么过关啊。谢谢雷恩，救命！也不好打啊！怎么那么难躲？差不多了，下一次那个在庭园那边再补一次，这都满满的。我想一开始其实可以不用纳迪啊，是要斯温有没有？这样子加他们三个能力，然后雷恩换纳迪亚，然后持续补。毕竟雷恩的招式最强大的就是帮大家补，但那样子就反过来就没有他了。那我们能依靠的就要靠他以外。这是什么？哦，我们忘了看这个。确定没有啊？更前面应该有啊，但就算了。強敵だな。気をつけろ。